キャメロン・ノリーは、イギリスの男子プロテニス選手。南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ出身。キャメロン・ノーリーとも表記される。ATP ランキング自己最高位は、シングルス13位、ダブルス123位。これまでに ATP ツアーシングルスで2勝、ダブルスで1勝を挙げている。身長188センチメートル、体重82キログラム。左利き。 バックハンドストロークは両手打ち。南アフリカ共和国ヨハネスブルグで生まれ3歳の時にニュージーランドに家族で移住。16歳の時に国籍をイギリスに変更する。2017年にプロ転校。ツアー参戦しウィンブルドン選手権にワイルドカードによりグランドスラム初出場を果たす。全米オープンでは予選を突破し1回戦で 相手の途中棄権により、グランドスラム初勝利を挙げた。カイル・エドマンドとペアを組み、ポルトガルオープンでツアーダブルス初優勝を挙げた。2019年、全豪オープンの前哨戦である、エイズビークラシックで ATP ツアーシングルス初の決勝進出を果たす。ATP カップにイギリス代表で出場。チームのベスト8進出に貢献した。 全米オープンでは1回戦でディエゴ・シュワルツマンをフルセットで破りグランドスラム初の3回戦進出を遂げた。全豪オープンでは1回戦で同胞の第30シードのダニエル・エバンスを下し2回戦も突破。3回戦では第2シードのラファエル・ナダルに敗れた。バルセロナオープンではカレン・ハチャノフ、ダビド・ゴファンラを下してベスト8入り。準々決勝でもナダルに敗れた。 ミレニアムエストリルオープンでは、ジョアン・ソーザ、クリスチャン・ガリン、マリン・チリッチラを倒して、決勝進出。決勝では、アルベルト・ラモス・イコール・ビノラスに敗れ、ツアー初優勝にはならなかった。リオンオープンでも、ドミニク・ティエム、ハチャノフラを下して、決勝進出をするも、第2シードのステファノス・チッチパスに敗れた。全仏オープンでは3回戦進出を果たしたが、 クレイキングのナダルにストレートで敗れた。クイーンズクラブ選手権では、デニス・シャポバロフを下して、ATP500 発の決勝進出をするも、決勝で、マッテオ・ベレッティーニに敗れて、準優勝。ウィンブルドン選手権は1回戦で、リュカプイユ、2回戦で、アレックス・ボルトを破り、3回戦進出。3回戦で、ロジャー・フェデラーに敗れたが、 その後のミフェルオープンでツアー初優勝を果たした。全米オープンでは1回戦で、スペインのカルロス・アルカラスに敗れたが、大会後に自己最高となる世界ランキング28位を記録し、トップ30入りを果たした。レーバーカップにも欧州選抜の補欠として参加。サンディエゴオープンでは、ダニエル・エバンス、デニス・シャポバロフ、アンドレール・ブレフラを下し、決勝進出を果たした。 決勝では、キャスパー・ルードに敗れた。BNP ・パリバ・オープンでは、ロベルト・バーティスタ・アグート、ディエゴ・シュワルツマン、グリゴール・ディミトロフラを倒して、決勝進出。決勝では同じくマスターズ戦初優勝を目指す、ニコラズ・バシラ・シビリに逆転で勝利し、マスターズ初優勝を遂げた。トップ15位入りを記録した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。